マユ、いるのか、マユ、マユ。見える範囲に人影はないな。学生証を落としただけなのか。だといいが。心配だ。マユ、もしかしたら怪我でもして。いや、いけない。前向きに考えるんだ。学生証があるってことは、マユは確実にこの学校のどこかにいるってことだ。地道に探せば必ず会える。大丈夫だろうか、この校舎。田口さんは来てないな。まだ1時間経ってないのか。さっきの地震、何だったんだろうね。わからない。ただ床や壁の傷や穴の様子がさっきと違うってことは確かだ。フクロイ、私怖いよ。気を強く持たないと。いつもの強気な美月はどうしたんだ。しなかった？いや、気づかなかったな。行ってみよう、フクロイ。待てよ。せっかちなやつだな。すまない。怪我はないか？あ、うん、大丈夫だから。こっちこそごめん。いや、俺、僕の方こそよそ見してたから。君は他校の生徒だな。一人なのか？森重作太郎、キサラギ学園の2年だ。2年なら俺たちと同じだな。俺は白檀高等学校の福呂井雅人、こっちは山本美月。よろしくね。作太郎ってすごい名前だね。文豪っぽいっていうか。ああ、昔からよくからかわれる。あ、ごめん。でも私は好きだけどな。美月、初対面でぶしつけだろ。森重君が困ってる。いや、構わないよ。何かあったの、森重君？え？だってなんか暗いからって。こんな場所で明るかったら逆にキモいんだけど。いや、別にそういうわけじゃ。ただ人を探しているんだ。森重君も？私たちも友達とはぐれちゃったみたいで探してるんだ。
君は誰を探しているんだい？クラスメイトの鈴本真由っていう女子を探している。小柄で明るい、あ、この子なんだけど。ちょっと心当たりがないな。美月はどうだ？私も会ってないかな。役に立てなくてごめんね。いいんだ。この学生証を拾ったから校内のどこかにいると思う。自分で探すよ。一人で？危なくない？よかったら森重君も俺たちと一緒に行動しないか？鈴本さんを探すのを俺たちも手伝うから。参ったな。持田たちならともかく、こんな知らない連中と。だがまあ、悪い奴らじゃなさそうだ。こっちの袋井ってやつは頭も良さそうだから、ギャーギャー騒ぐこともないだろう。それに断るのも面倒だしな。わかった、よろしく頼むよ。それじゃあどうしようか。骸骨の下に何かあるみたい。これだね。どうやら学級に知らしい。すごいね森重くん。私死体に触るとか絶対無理。友達を探すために森重くんだって我慢しているんじゃないか。どのページから読もう。どのページから読もう。
どのページから読もう。どのページから読もう。マユを見つけて、さっさとこんな薄汚れたところから出ないと。流れてるってことは、生きてる間に手足を粉々にされたんだな。ひどいことをする。血痕がこう続いているから、ここでまず倒せ。足をやられたのか。さて、這って逃げようとしたところ、もう片方の足がかなり狙いに何度も潰された。骨がグズグズになったろうな。痛みで抵抗できなくなったところで、両腕を叩き折ったわけか。死因は失血性ショックか。気の毒に相当な激痛だったろうから、失禁しているのも無理はない。切り取ったのか。猟奇殺人犯、いわゆるサイコキラーは殺人の後に記念品を持ち去ることが多いらしいが、舌は何の象徴なんだろうな。ちっ、こんなことをする変質者がうろついているのか。ますます眉が心配だ。試しにダイヤルを合わせてみよう。